今日から君たちの家庭教師となった上杉風太郎です。これから楽しく勉強って、なぜだ、なぜ誰もいない。はいはい、私がいます。四つ葉だっけか、零点は。ちょっと眉間にシワを寄せてみてくれ。こうですか。本当に五つ子なんだな。てか、なんでお前はいるの。そんなの、上杉さんの授業を受けるために決まってるじゃないですか。四つ葉、抱きしめていいか。さあ、他のみんなを呼びに行きましょう。私たちの部屋は手前から五木、私、そしてミク、ニノ、イチカの順番です。5人集めるところからと。大丈夫ですって。五木はすごく真面目な子です。よほどのことがない限り協力してくれますよ。嫌です。そもそもなぜ同級生のあなたなのですか。この町にはまともな家庭教師は一人もいないのでしょうか。なんだよ、昨日は勉強教えてほしいって。気の迷いです、忘れてください。5人いれば1人くらいこうなりますよ。ミクは私たちの中で一番頭がいいんです。上杉さんと気が合うんじゃ。いや、なんで同級生のあなたなの。この町にはまともな家庭。わかった、さっきも聞いたそれ。次行きましょう。ニノは人付き合いがとっても上手なんです。上杉さんともすぐに。いないのかな。大丈夫です、まだイチカが残っています。イチカは何その間。驚かないでくださいね。For the thunder, a twig.